はいどうも、走りおじゃんねるです。はいどうも、マチョです。今日はですね、この前紹介したベースボーラーのともいさんで、裏なんですけど、こんな感じのバッティング練習ができる施設がありました。で、今日はこのアチさんと一緒にタナーティーを使って練習をしていくんですけど、今日は公式です。で、ちょっと自分バット持ってきてないんで、このアチさんからアチモデルを借りました。で、これ940ですか ?940 です。こっちが960。いつも使ってるバットが多分重くても900なんで、ちょっと今日は、まあ、パワーをつけるっていう意味でこの公式を、これ公式なんですよね、公式で打っています。で、もちろん狙うのは上です。はい、このムーンショットってことで上を狙います。じゃあ10球ずつぐらい打っていきましょう。はい、お願いします。打感がいいですね、公式。気持ちいい音します。いい音ですよ。やっぱりあんまりその下を狙うっていうよりはもうあのネットの上ぐらいですね。で、ボールのここ狙います。はい、そのフライ狙いというか、まあ、ゴロ打ちをなくしてから長打が増えたっていうのと、まあ、あとは外野が下がりましたね。自分結構あの昔は小さくこう当ててたんですけど、外野が下がった分詰まっても相手に落ちるっていうのが増えました。ラスト3つです。はい、じゃあ打たせてもらいます。まあ、置き手やるときは、まあ、さっき大井さんが言ったんですけど、ここですね、ボールのここ狙います。で、潜り込んで空に向かって叩きつける感じで打っていきます。レイ、ポイントを前に置きすぎると軌道を取らないコツなんで、もうちょっと近くで打てばいいのかなっていう。もうちょっと近くで。レイ、レイ、こんな感じですね。 OK、乱入で。え、行きますよ。結構これだ。ああ、じゃあ出しましょうか。ちょっとマジでやっめっちゃ重い。きついわもう。仕事着で。いきなりすぎやろ。打った後にこっちに倒れちゃうから、左バッターみんなさこうやって打つやん。あ、はいはいはい、けどメジャーリーグはこっちに。そうですね。ヘイ、背中歩きっていう一つのパロメーター、それができてるってことは体全体使っていく。ヘイ、いい、足腰がやばい。ラスト、はい、
筋肉痛やわ。早いっすね。仕事ぜひ。OK。OK。練習で真上に打ったりします。マジか。はい。ラスト3つで。はい。ラスト。納得したら終わりにします。いいですね。ラストで。というわけで、今日は友井さんのこの裏のバッティングゲージでタナーティで練習をしました。まあやっぱりティーとかってこう狭いところにこう、なんて言うんだろう、上から底狙おうっていうのはもうこの1年、今年はずっとフライを狙ってきたんで、まあ、それが打率が上がった理由かなと思います。どうでしょう。ちょっとでも奥行きあるとやっぱタナーティでティーバッティングしてても気持ちいいでね、打球の質っていうのも距離があれば分かりやすいんで、非常にいいかなと思います。そうですね、もうすぐ近くのネットっていうよりは、まあ、距離が20メートルぐらいあるんで、それもタナーティやるとかなり練習も出るんで、この打球がいいんじゃないかと思いました。はい、というわけでちょっと今日は自主トレ的な感じでタナーティを行いました。大阪に住んでる方とか友井さんぜひ来てこちら使ってみてください。詳しくはリンクに書いておきます。それでは今日の明日のチャンネルは以上です。ありがとうございました。ボールバックよし、ストップ。はい、というわけで今月のプレゼント企画です。まずはこちらアディダスの公式用グローブ、こちらは自分が実際に片付けをして1名様にプレゼントします。少し小さめのグローブとなっております。続いてこちらフィールドフォースの公式用グローブ、こちらは油もみ片付けということで、こちらもすぐに使えるグローブとなっております。こちらも同じく1名様にプレゼントします。続いてこちらフィールドフォースのつかめる板グラブ、こちらは冬トレでぜひ使ってほしいグローブとなっております。こちらも同じく1名様にプレゼントします。最後はこちら同じくフィールドフォースのスピードシャトルマシン、こちらは実際にバッティングセンターのような感じでシャトルを打つことができるマシンとなっております。こちらをチャンネル登録&コメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。おはようございました。